さん、こんにちは。佐久市議会議員の清水秀三郎でございます。本日は佐久大学の施設整備補助金に関する現地調査を行います。よろしくお願いいたします。人間福祉学部、事前に私どもの簡単な資料をお配りさせていただいているかと思いますが、人間福祉学部でお話しと、教育などをちょっと概要を簡単にお話しさせていただければと思っております。よろしくお願いいたします。はい、では、皆さんおはようございます。おはようございます。このたびいろいろ本学へのご支援、本当にありがとうございます。で、このような校舎も獲得ができまして、本当に。ですね、図面の方でご覧いただきますと、6101A から C までのですね、講義室になっております。講義室、こちら今全体にいたしましては120人、収容ができます。ラウンジ。どうぞお入りいただければと思います。先ほどご確認いただいたお部屋と全く同じ環境になっております。まずは こちらも同様にですね、120人程度収容できるような形になっています。女子トイレです。めちゃくちゃ充実しています。鏡もたくさん、すごいすごいです。なるほど、充実してます。障害者トイレ。このところにベンチの代わりになりまして、こういったところにも腰掛けてですね、学生が発表を聞いたりとかということができるような、ここでプロジェクターで映し出す。岡先生の大演説とか、ここで声を出しました。岡先生の。あとこちらの方は、ゼミ室、18人から20人ぐらいのお部屋になります。学生の方でグループ学習をしたりとかですね、高学年時と職業研究に向けてのゼミナールが始まりますので、そういった部屋で活用するものを3つほど予定させていただいております。はい、メディアセンター、図書館の空間です。大変広々として素晴らしいですね。長野県産材を使ってます。いや、すごいね。ここで学べる学生は幸せじゃ。素晴らしい。